リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリンとと魂分離プロジェクトローダンスよりやってまいりました、秋山千春です。はい、ということで私たちのユニットとして初の動画になります。リンとして春で、スプラトゥーンやっていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。僕たちはまだ腕前が身体なので、そうですね、あれなんですよ、リーグマッチに潜れないのでしばらくは縄張りでイチャつくだけの動画になります。そうですね、縄張りやっていってという形になります。あとキャプボの関係で、タイムラグがあります。なので私が未来のことを言っている可能性があるのでお許しください。はい、ということでじゃあレギュラーマッチ潜っていきますよ。はーい、ではイチャつくかっこ殺し合いなんですよね。そうですね、殺し合いですよ、この世は殺し合いですよ。ということで参加します、ポチッ。はい、今マッチング待ちです。反映されないんですけど、今来ました。どうですかね、取れるかな。今入りました。対戦相手を待っております。 あ、はい、入れた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 、来た来た。千春ちゃんがランク14ですよ。全然やってないですよ私は。僕は最近買ったタミンなので仕方ないんですよ。私は販売された4週間、3ヶ月ぐらいが1週間後ぐらいには買ってたはずなんだけどね。全然僕このステージ嫌い。あれ、しかもチーム一緒じゃね、これ。一緒ですよ。やった。私自分の方の陣地ヌリヌリしとこう。みんな多分前攻めてるから。僕このステージ嫌い。好きとか嫌いとかもない。なんかどのステージも新鮮でございます。あ、だってね、千春ちゃんはあれだもんね、ワンやってたんだもんね。でもこれは2からのステージですよ。そうなのね、これ2からのステージなのね。何にも知らねえやつが露呈していくぜ、へへい。ここまでおいで、ここまでおいで。あーあー、狙われていく。狙われていく。実を言うと僕洗濯機になった瞬間エイム強強になるんですな。あー、上におったんね。でもインク管理ができないんですな。大丈夫なんすな、私もインク管理できてないんすな。やばいっす。大丈夫じゃないんすな、ピンチなんすな。ピンチなんすな。挟み撃ちされてたんだよな。やべ、こっちの陣地めっちゃ塗られとる。いるいるいる、いた。民のはなんちゃらさんや、読めんかったぜ。あかんねんて、あかんねんて、あかんねんて。ふざけやがってかんに、もう。あーあー、スプラもどの武器を使っていくのかがまだ分かってない。とんでもねえ声出た。やべやべ、いおるやんおるやんおるやん。あ、インク管理できとらんやん。あ、おるやん。あ、もう死ね。ほら、あ、やばい。こないだね、ジャイロじゃないの、ジャイロ操作じゃなくやれることが分かったんですが、いや、てか、もう超ピンチ。勝てへんやんけ、こんな。
全部黄色になれ。諦めたらそこで試合終了と言うじゃないですか。バス勝利アラピオ。ああめっちゃ来てるんよね。あー間違った、ぶっ飛べるのに、ぶっ飛ぶのやめてしまった。あー奇跡的に勝て。いや無理じゃ。いやー、あーでも惜しいところまでは来とったんやな。まあリンドさんモチブキじゃないですからね。まあモチブキがどれかも分かってないですからね。一応なんだっけ、あのスプラマニューバーを頑張って使ってたけど、マニューバー難しいんだよな。ランク全然低い人めっちゃ強かったな。ランク高い人一人ぐらいしかいない。よし頑張るぞ。頑張りましょうね。ランク1個ぐらい上げたいっすな。そうですね、僕も次はランクを30にしなければいけない目標が立ちましたからね。そうなんですね。30は何かありましたっけ。武器ギアを増やしたりすることができるんですよ、ギアの枠。はい、あーはあはあ。また味方だ。本当だ、珍しい。大体この間やってた時も敵だったのにね。悲しい。なんで？殺したいの？殺したいの。私インクでジャーッと殺されるらしいですよ。頑張ろう。チンチの塗りは任せました。はい、チンチの塗りやっときます。こっちのインク不足です。インク管理のできない民です。やべ、インク管理わからん。よっしゃ、こんな感じや、こんな感じや。この辺ビャーってビャーって塗って、あそこにおるやん。まずいですよ、早速ピンチですよ。やっべえやっべえ、一人殺したと思ったらもう一人おった。気づかんかったぜ。気づいてたか、ちょっとは。多分あそこにおるなぁとは思ってたけど、やっべ、早速ピンチやで。あぁ上取られるとなぁ、なかなかなぁ。あの人さっきから強いな。うわー、うまいことできなかった。やばい、ダクソでございますよ。無やな。この人どうした、この人どうした。あ、飛ぼうとしてるのか。いや、めっちゃピンチ。めっちゃピンチなので、誰もいないエリアから勝手にこっちへ飛んできて相手の陣地を塗る。卑怯だぜ、まったく。いえ、それも戦術のうちですよ。今なら相手は気づきませんぜ。そうです、気づかないのをいいことに部分だと言われて。管理がなってない。ただこれでピンチを打破できるのかどうかがあれだけど。でも文字見てください、ピンチの文字消えてますよ。お、消えている。あ、でも最後ち
ちょっと塗り替えられてたから、危な、ああ。これはダメですね。これはダメですね。これはダメですね。わかんかったな。気づかれてしまったな。でも僕結構塗ってるじゃないですか。塗ってますね。私が濡れておらんのですな。頑張ろう。楽しもう。そう、楽しむことが大事やで。今回はマッチング早かったですね。そうですね、早かったっすね。次のランクまであと1万ぐらいあるんですな。多いんですな。ね、ずっと味方なんですけど。いいじゃないですか、ユニットなんですから仲良くしましょう。さあ、あれ、ここのステージ私初めてやるんですな。僕昨日やりましたよ。ラジオ前にしりとりしながら。やっべやっべ、なんか後ろにいた。ああ、マジしりとりしながらここやってたの。やってましたよ。やばい、マルチミサイルが飛んでくるパターンや、これ。危ない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 。あ、回線が。回線が、どうした、大丈夫か。僕の回線が死にかけてますね。いや、今は復帰したんですけど。ザオリック、ザオラル。なんでこういう撮影始めた時に限ってトラブルって起きるんでしょうね。さっきもね。なんでだろうね。と仕方ないんだな。ほっ、あ、僕の回線が切れたぞ。おっと、落ちたので回線落ちしてしまったみたいなので頑張ってください。頑張ります。めっちゃ頑張っとります。ああ、ちょっと攻め込みすぎた。攻め込んだ結果ピンチと出た。ボロボロじゃないですか。残り30秒。なあ、もうなあ、この人にさっきから殺される。私いいかもやで、これ完全に。15、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了でーす。はい、終了でーす。ああ、全然やね。まあ、味方一人落ちてますからね。そうですね。そして私がクソ下手だと思ってたら私が一番塗っとったんやね。ほんとだ。回線落ちしてる。仕方ない。やばい。あと1万9000もあるよ。実は。次のランクまで。長い。あ、ちはるちゃんおる。大丈夫やで。大丈夫やでとか言ってるけど、私別に関西の人ちゃうんですな。変な声とバーが出るんですな。どうしましょう。どうしようもないですね。どうするべきなんですかね。
北海道弁を。僕もね、今日はね、生き方について真面目に考えたりするね。秋らしい一日だったと思いますよ。秋なのですね。人生。11月中はまだ秋です。もう冬だよ。雪いっぱい降ってるもん。まだ秋です。雪降ってるもん。まだ秋です。はい。雪降ってるもん。あ、じゃあこれで勝った方の意見を採用としましょう。わー、敵やんけ。ちょうどいいタイミングで敵になりましたから、これで勝った方の意見を採用しましょう。僕のチームが勝てば、11月中はまだ冬、ん?まだ秋。はい、ニートさんチームが勝てば、もう雪が降ったから冬ということで。はい。勝つしかねえな。負けらんねえ戦いがそこにはあるんじゃ。ワーボー、やべ、あそこにいるぞ、誰か、誰かおるぞ、やめてくれ。やめの、なんやって、なんやって、クド、ウノって言いました、今。なんやってクド、なんかソロパンですか、なんやってクド。あー待って、やめて、あー待って、そこダメ、あーやめて、そこにおるやろ、あなた。あば、いや、僕いませんよ。僕今陣地ですからね。違いますよ、なんかあのスプラローラーのお兄さんが、お兄さんかな、お姉さんかな、スプラローラーのお兄さんかお姉さんかわかんないけど、おったのを見た。僕は全然塗られていない陣地を塗っていますよ。あ、あ、お、あ、あ、おった、殺されたですよ、洗濯機マンに。そう、僕は洗濯機使いなんですな。最弱にして最強の洗濯機使いなんですな。最弱こそ最強なんだよな。やべ、これ、これは、これは、これは負けたか。いや、まだ諦めてはいけない。あ、あ、あ、どうしよう、もうピンチの文字は出てないけどピンチなんだよな。だからよ、洗濯機よ、3回目なんだな、3回目。あ、ピンチって出た、あ、終わった、ピンチって出た。やべやべ、濡れるところとりあえず濡れ、あ、もう行き止まり、あー、あー、これは本当に、はい、11月は、ということで11月中は秋です。11月秋だってさ、雪降ってんのにな。今日は11月最終日、あー、僕もちょっと本気出しちゃったみたいですね。やべー、トップや、あっちのチームのトップや。あ、クソ、クソサブだわ。クリーニングして。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。